歴史歪曲騒動がドラマチョリン王侯にまで発展。女優シンヘソンがモデルに抜擢されたマスク会社が生産を保留に。NCT127、L ジャポン5月号特別版の表紙を飾る。3月27日発売。BTS、防弾少年団、日本の楽曲を集めたベストアルバム BTS、The Best を6月16日にリリース決定。GOT7 ジャクソン側、アディダスとの協力を中断するとの声明文を発表。中国新疆ウイグル自治区の人権状況をめぐる問題に絡み、同自治区産の綿花を使わないと宣言したことを受けて、国家の利益が優先だ。なお、アディダスのほか H&M、ナイキなども同様の方針を宣言している。お笑いコンビExitのりんたろが K-POP 風メイクに挑戦。本人の感想は今、度肝抜かれてるよ。ファンは BTS、防弾少年団の上行っちゃいそうと絶賛。日韓戦でミッドフィールダーイドンジュン選手に肘打ちされたデーフエンダー冨安健洋選手がインスタでコメント。韓国サポーターからは引き続き謝罪の言葉とともにかっこいい選手とのメッセージが相次ぐ。相手選手からの肘打ちの件ですが試合中には起こり得ることで、彼が故意的にやったことではないと信じています。女優ソシネ、ヨジャアイドルス陣からの立場要求に SNS で回答。2年間、文句を言われ続けた。綺麗じゃないのになぜ芸能人どうせあの子は旬が過ぎた芸能人など。また本人が対話の記憶がないと言ったが、それは合っている。一方的に侮辱された。